罰ゲームはプロポーズのセリフをキャラクターで言ってもらうでございます。さあこちらね、なんと勝者の方にもうセリフを用意していただいております。はい、こちらにあるんですね。はい、花澤さんが考えたやつです。花澤さんが考えた私利私欲を詰め込んだ。おお、いいですね。はい、緊張する。緊張しますね、確かに。はい、さあそれではもう早速いきましょうか。はい、はい、では伊藤さん罰ゲームの方よろしくお願いします。かなちゃん、一生一緒にいてくれや。いや、いい、ありがとうございます。いい、いや、想像以上に私利私欲でしたが、名前ちょっとね、名前から入りましたね。ちゃって、いや、いいですね。ちょっと三木道山スタイルで。いや、確かに今ね、いや、もう俺を信じなさい感がすごかったですけど。はい、いや、どうですか伊藤さん、言ってみて。いや、ドキドキしました。多分ミックが言わなそうな感じでは。確かに良、かったです。でもちゃんとできて、ね、はい、いやでも花澤さんも笑顔で、ね、あのミクにかなちゃんって言われたいいよ、ね、このなんかオタク心が。いや、いいです。嬉しい、ありがとう。いやいやでね、花澤さんが笑顔だとさくらさんも笑顔なので、はい、はい、みんなが幸せということですが、ね、ウィンウィンな素晴らしい罰ゲームでした。はい、さあということで以上。